皆さんこんにちは、週一なでしこカフェ始まりました。ゆうちゃん準備は大丈夫ですか？今原稿落としましたなんかバタバタしてるなと思って危なかった、画面にいないとこでした。危なかった、おかしいなって今週もですね、この番組、はい、なでしこリーグ協力のもと配信しています。 MC の森口香織です。長谷川優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今日はですね、はい、アイナック神戸レオネッサ特集ということで、今季の開幕戦でリーグ通算200試合出場を達成しました高瀬めぐみ選手に収録でお話を聞いてきました。今シーズンのチームの状況や第3節のジェフレディース戦を振り返ったり、あとはオフの過ごし方をたっぷり聞いてきましたので、皆さん最後まで楽しんでください。高瀬選手はレアですよね。そう、SNS とかされてないから、あんまりこう、うん、プライベートのね、お話、雰囲気が分からなくって、ずっと私はすごいクールな人なんだと思って、あんまり喋んない。ちょっと。でもね、このギャップと魅力がちょっとこの、ギュッとなりましたよね。もう、好きになりました、私、今回お話を聞いて。もう、射抜かれてます、私たち。ね。最後、二人とも好きって言ってたもんね。もう、好きって。それぐらい、はい、高瀬選手の見せてない、うん、今まで見せてない魅力が今回はもうギュッと入ってますから、ぜひ最後までご覧ください。はい。この番組はサッカーキングの YouTube、そしてペリスコープで配信しています。ぜひチャンネル登録とフォロー、そしてグッドボタンお願いします。ちょっと体が冷える。それでは、中一なで、あ、ちょっとちょっと。ちょっと。緊張した。ゆうちゃん。ゆうちゃん、画面が消えた。なんかおかしなことが。アイパッド倒れた。受けるんだけど。コメント見れないです。はい。試合って普段見てらっしゃるんですか？高校生ぐらいの頃はプレミアリーグとか好きです。よく見てた。Play with the, since the young age. Konnichiwa, c'est Kylian. À tous les amateurs de soccer king et à tous les japonais, je vous souhaite le meilleur. Arigato.皆さんすいません失礼しました。急に私消えましたよね多分ゆうちゃんの iPad が倒れた。倒れました暴れたら倒れちゃった。荒ぶるとか言って、瞬間移動とかみんな書いてグッドボタンお願いしますとか言って暴れたら、うわーって、うわーって消えたのか言っちゃった。私が消えました、すいません。めちゃくちゃおかしかった。あ、気をつけてください。ちょっとおとなしくします。はい、あんまり暴れないでください。暴れないようにします。はい、失礼しました。いいですか、今見、はい、正常ですか。私がだってね、画面の半分にね、顔が半分になってたんだからね、一瞬一画面になっちゃいましたもんねすごいことになってた。失礼しました。では気を取り直して早速ですね、特集の前になでしこリーグ1部の第3節から2試合、はい、ハイライト映像で振り返っていきます。まず最初のカードは野島ステラ神奈川相模原対マイナビベガルタ仙台レディースです。ではご覧ください。どうぞ。互いにリーグ戦ここまで2連敗と苦しむ野島ステラ神奈川相模原とマイナビベガルタ仙台レディース、試合立ち上がりから一進一退の攻防が続きます。9分、野島にチャンス、ロングパスに抜け出したのが野沼が、ハーフバウンドのボールをボレー、クロスバーに直撃します。そして21分、平田のスルーパスから抜く。再び南野、冷静に相手ゴールキーパーの股を抜いて決め、ホームの野島が先制します。前半は1対0で終了。マイナビはハーフタイム。ミッドフィールダー、二
佐藤に代え、フォワード安本を投入し、攻勢に出ます。50分、野島はペナルティーエリア内で田中が倒され PK を獲得。これを見ながらゴール左隅を決め、野島がリードを広げます。その後も試合は野島ペースで進んでいきますが、80分に今度はマイナビが PK を獲得。これをキャプテン隅田がしっかりと決め、1点差とします。しかし前波の反撃もここまで。北野誠新監督率いる野島がホームで今シーズン初白星を挙げています。すごかった。南野選手すごいね、落ち着いて2点、うん、そしてこのまま終わるかと思ったけど最後マイナスで言われた仙台も1点 PK で、はい、うん、隅田玲選手、先週出ていただいた隅田選手が決めてくれて、はいはい、あそこでまあ最後、まあね、敗れはしましたけど、1点返せるかどうかっていうのは全然違いますよね。ここは大事な1点でしたよね。まあ、PK ではありますけど、その1点はすごい大きかったんじゃないかなと思います。しますよね。そしてね、野島ホームで初白星でしたけど、まあ、ここはね、あの、無観客での開催に代わって、サポーターと一緒に喜ぶっていうのはちょっとできなかった試合にはなってしまったんですけど、ホームで。あ、そうかそうか、そうですよね。今シーズン、初白星ということで、はい、白星あげましたね。やっぱりちょっと最初スタートダッシュは、うん、あの強いチームと当たってこうまだチームの本領発揮がしそびれていたのかもしれないけど、うん、やっとなんとなくそのチームの形も見えてきたという感じがしますよね、うん、またここからエンジンかかりそうですよね。ね、楽しみなチームの一つです、うん、でもマイナビも頑張ってほしい、はい、隅田凛選手2点目期待してます。期待してますでは続いてですね、はい、浦和レッドダイヤモンズレディース対日テレ東京ヴェルディベレーザ、これは1位と2位の対決ということになりまして非常に注目された試合でした。ではこちらの VTR ご覧ください。どうぞ。たたん。両チーム開幕から2連勝で迎えた首位攻防戦、今節から有観客試合となり、浦和レッドダイヤモンドレディースのホーム浦和駒場スタジアムには1403人のサポーターが集まりました。前半16分、中盤で日テレのボールになると三浦が絶妙なスルーパス、遠藤がゴールキーパーと1対1を迎えるも、このシュートはわずかにされていきました。惜しい、これは惜しかった。その後も日テレの攻撃が続きます。清水のパスはカットされますが、こぼれ球を植木が拾い、ゴール前までドリブル。シュートを放つも、これも枠の外へ。ホーム裏も反撃に出ます。前線への縦パスに反応した直本がフィジカルの強さを生かしてボールを収め、そのままシュート。これは日テレの守護神山下がブロックします。前半は0対0で終了。首位攻防戦だけあって両チーム一歩も譲りません。そして55分、ついに均衡が破れます。日テレが後方でパスをつなごうとしますが、栗島のプレスを受けてボールを奪われると、ゴール前の混戦から中央で待っていた高橋花が落ち着いてシュート。ホームラーが先制します。日テレもすかさず反撃に出ます。
長谷川のロングパスに反応した植木がドリブルで運び中央へクロス。走り込んでいた小林が足を伸ばすもこれも枠の外へ。66分やや遠い位置からのフリーキック、キッカーは得点を決めた高橋。思い切りのいいシュートでしたが惜しくもクロスバー直撃、これすごい、追加点とはなりません。惜しかったですね、勢いがすごい本当に。そして試合はそのまま1対0で終了。ホームでの大一番を制した浦和が3連勝で首位をキープしています。すごい試合でしたね。本当にすごい試合でした。私これ森田さん言ってたんですよね、はい、見に行きました。本当にいい試合。あのやっぱりあのアウェーのサポーターは基本的には入れないっていうことになっているので、うん、基本的にはレッツのサポーターが全員っていう感じ、はい、で1400人もうあのすごいですね、バックスタンドは入れなかったので、うん、メインだけだからすっごい来てるなっていう感じ、もう割とぎゅうぎゅうな感じで印象としては。でもあのやっぱり声を出しちゃいけないんですよね、そうですよね、ちゃんと歌ったり声出しちゃいけないから全部この拍手でみんなが応援するのが新鮮で、すごくいいなって、ちょっと温かい感じしますよね。そうなんですよ、なんかいいプレーも惜しいプレーも、うん、それから相手のパスカットしたりとかそういうのも全部拍手、うん、でコーナーキックとかあのセットプレーは普通あのおーとかいうところも全部拍手、うん、なんか温かい、すごく、うん、すごいなんかポジティブなスタジアムですよね。で、あの多分、うん、ベレーザはやりにくいんじゃないかなって思ったんですけども、うん、その声でなくて拍手だからなんか両方のチームに拍手が送られてるような感じになるので、うん、あれはすごくあの新しい形でいいんじゃないかなって思いました、うん、そして浦和が強いですね。強い、うん、試合見てる限りは割とイーブンで戦ってるように見えたんですけども、うん、終わってみればシュートがレッツが14本でベレーザは5本なんですよね。ベレーザが5本に抑え込まれたってすごいですよね。そうなんですよ、もちろん得点シーンも素晴らしかったけどやっぱりこうレッツの守備っていうのもしっかり構築されてるってことですよね。もうなんか全然破れなかったですね、守備が、うんうん、運ぶんですけどゴール前まではその後がどうしてもシュートが打てないっていう、すごかった。戦国なでしこさんも現地で見ましたって、おー言ってらしたんですね。どこかで知ってますね私、うん、きっと。いやだからまっね、だいぶ早い段階で、まあ、首位攻防戦といってはまだこの早い段階での試合なの で、ね、この後まだ、ね、どうなるかわからないですけど、かなりこの試合がポイントになるんじゃないかっていうぐらいの、なるんじゃないかと思いました、はい、あと高橋花選手のあのフリーキックすごかったよね。すごかったですね、バーンってオンバー叩いた、なんかいろんな意味で今シーズンは本当に見応えありました。なでしこリーグ戦国時代でやってきたなっていう、本当にそうですね、この B リーグ開幕の前の年にふさわしいというか、うん、こうワクワクがどんどん募る試合ですよね。見てる方も多分興奮するような試合がこれからも出てくるんじゃないかなと思いますね、うん、それではあの他の会場の試合結果をご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。他の会場もすごかったんですよね、はい、そして新潟にセレソ、あの昇格したセレッソが勝利してセレッソ3連勝ですよね、はい、すごいですよね、すごいですよね、はい、今3位ですから。戦前の予想では、うん、あの西さんも言われてましたけど学生さんが多いからこの実習期間になかなか練習ができてないっていう話もあったんですけども、はい、うん、その予想はもう全く関係なくという感じで勢いがすごいですね、飛ばしてますね、はい、それからあの、はい、愛媛が見事、はい、勝利しました。初勝利おめでとうございます。素晴らしい、やっぱり、ね、この試合もすごい粘り強い試合でしたね。こう愛媛のカラーが出てる試合だったのでちょっと今年はどうなるかわからないですね。本当にどのチームもいい試合してるの で、ね、順位が今後どう入れ替わっていくかっていうのもまた楽しみです。パグさんも愛媛一部初勝利って喜びのコメントが、ただ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 あの愛媛の入場観客数が210人だったんですよ、はい、せっかく一部初勝利だったのに、だからなんかね、これからですよ、あの、まあ、ちょっとコロナで自粛しなきゃいけない、感染予防しなきゃいけないってのもあるんですけど、まあ機会があればぜひ生でも見ていただきたいなっていう気がしますよね。またこの勝利からね、こうあちょっと次見に行ってみようかなって人も絶対出てくると思うので、うんうん、これから期待したいと思います、はい、それでは2部の結果もご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、こちらが日体大対十文字が1対1の引き分け、う
はい。そして長野とハリマは、こちらはハリマが勝利。そしてオルカと世田谷、この試合面白いですよね。ねかなり。はい。実力同士の戦いが、スピーダが今年強い。強い。スピーダは3連勝、はい。うん。そしてオルカからもしっかり点取って勝ってますし。そうですね。はい。これもまた、まだね、ここもどうなっていくか今後わからないですが、まあね、こう一部から降格したこの長野がまだちょっとこの、ね、力を発揮できていないので、そうですね、ここからどうエンジンかかってくるかっていうのも注目したいと思います。チームもガラッと変わってますしね。うん、はい。どんな風にカラーを出してくれるのか、うん、こちらも期待ですね。はい。はい、それでは。ということで、はい、はい。リーグ戦第3節の振り返りお届けしました。では、お待たせしました。ここからはですね、アイナック神戸レオネッサ特集ということで、今回は高瀬めぐみ選手にたっぷりとお話を聞いてきました。まずはプレー経歴と今シーズンのチーム状況について、はい、もうここから高瀬ワールド始まりますので、はい、皆さんスタートから皆さんお見逃しなく。お見逃しなく。ではご覧ください。どうぞ。どうぞ。さて今回はアイナック神戸レオネッサ特集ということで高瀬めぐみ選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。聞くところによると高瀬選手は結構なでカフェを見てくださっていると。はい、だいぶチェックしています。ありがとうございます。チームの方だったり楽しいお話を、はい、いつも拝見させていただいてます。嬉しい、もう好きです。嬉しい早い早い早い単純なんかすごいクールなイメージだったんでこうなんかこんなお茶目な方だと思わなくって、ちょっと今日は楽しみにしてます。お話するの ありがとうございます。はい、結構お茶目なんですかね、はい、結構クールっぽいイメージで思われませんか。そうですね、まあそういうキャラクターでいこうかなと自分も思って。キャラ絶対キャラ作りだったんだ演出だったのか。まあいろんな面を見せながら頑張りたいなと。今日はもうバンバン崩していっていただければと思います。もう高瀬選手緩いところ緩いところ引っ張っていきたい。お願いします。よろしくお願いします。じゃあまず高瀬選手のプロフィールご紹介します。はい、1990年11月10日生まれ、北海道のご出身で、ポジションはミッドフィールダーとディフェンダー。中学校高校と地元北海道でプレーし、2009年高校卒業後にアイナック神戸レオネッサへ入団。1年目からリーグ戦19試合出場、16得点を記録し新人王を受賞しました。主にウイングの位置でプレーし、2012年にはリーグ戦18試合出場、20得点を記録し、得点王と最優秀選手賞の両方を獲得しています。その後中盤や右サイドバックへコンバートされながら、チームの中心選手として活躍。今シーズンの開幕戦伊賀 FC 戦でリーグ通算200試合出場を達成してます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。200試合ってすごいことですよね。ねえ、ちょっと自分でも驚いています。これだけの試合に出てきたんだなっていうので、うん、はい、特に女子の試合ってそんな、うん、やはりこう多くないじゃないですか、1年の通算の試合が。そこで200試合って、でもあれですよね、なんかみんな結構しれっと200試合迎えてたりとか、自分でなかなか把握しなかったりとかしますよね。でも本当に言われてはいたんですよ、うん、あと1試合でっていうのは言われてたんですけど、いざ試合当日私も忘れてまして、そうなんですね、うん、全然分かってなくて、試合終わった後にバスに乗って、鮫島さんに、うん、おめでとうって言われて、あ、そうだったっていう感じでした。確かに私も鮫島選手かなの SNS か何かで、高瀬選手がしれっと200試合迎えてましたみたいな。そうなんです。レッドしれっとでしたが、でもそうですよね、まだこう無観客の試合ですし、サポーターからっていうのもないですもんね。そうなんですけど、サポーターの方から動画が、うん、届きまして、メッセージと、すごく嬉しかったです。本当に応援して、本当にありがとうございました。
皆さん届いてますか？本当に涙が出るんじゃないかと。一体では出てはなかったんですか？出て、正直出て出してください。本当に嬉しかったです、本当に嬉しかったです、本当に。こういうことですよね。そのデビューした頃にはそんな200試合も出るようなっていうのは想像してました？いや、全くしてなかったですね。うん、今この年齢でやってるっていうのも想像してなかったですし、うん、このチームにずっといられるっていうのも、想像できてなかったので、まあ、そういう意味ではすごく嬉しいです。あいなく一筋で200試合ですもんね。それもすごいことですよね。いや、もうありがたいですね。ずっとチームに置いてもらって、はい、感謝しています。ではでは、ここから経歴について聞いていきたいと思うんですけども、はい、まず高橋選手がサッカー始めたきっかけ教えていただけますか？きっかけは、私5人兄弟で、多い、はい、末っ子なんですよ。へー。で、兄2人、姉2人 で、うん、で長女以外がみんなサッカーをもうやってたんで、へー、もう当たり前のように一緒にこうやってました、始めましたね。何歳ぐらいの時に始めたんですか？いやどうでしょう、もう幼稚園生ぐらいの時からボールは蹴ってたと思うんですけど、少年団に入ったのは小学校1年生の時ですね。はい。でもやっぱ早いですね、やっぱご兄弟の影響ってこともあって。早いと思います、すごく早かったと思います。当時はね、なかなか女子サッカーもメジャーズがなかったので特に早かったと思います。最初はその少年団男子と同じチームに入ったってことですね。はい、はい、男の子たちの中でやってました。そこから中学生の時は女子チームですか？中学が、部活に入りながら男子のクラブユースに所属して、それでもメインで地元から3時間かけて釧路っていうところまで、女子のチームのあるところまで送り迎えしてもらって、3時間、それがメインでしたね。片道3時間だったんで。片道3時間、はい、お父さんが送り迎えをしてくれました、うん、週末。そこまで行かないと女子チームがなかったんですか？一応その地元にも女性のコーチがいて、その方がこう人数集めてやってくれるんですけど、集まって 4,5 人とかだったので、大会に出たりっていうのはその釧路のチームと一緒に合同で、はい、出させてもらってましたね。すごい、ね、やっぱこう女子ってこうなかなかやっぱチームがないから時間かけて通うっていう人結構、まあ、いるじゃないですか。その中でも片道3時間は最長記録かもしれないです。いや、もう本当に、もう本当に感謝しかないですけど。すごい、さすが北海道。ね、大会とかなると札幌までってなると、うん、本当今度片道 5,6 時間とかになるんですけど。ご出身はどちらだったんですか？北見市って北見の方ですね、オホーツク海の方で、じゃあ札幌までも5時間、5,6 時間ですね。広いな北海道。それこそ神戸と東京ぐらい。すごい。はい。そうですね。親御さんに感謝ですね。本当に感謝です。はい。だからなんか学生時代のポジションはどこだったんですか？あ、もうずっとフォワードですね。あ、そうですよね。もう今でこそサイドバックってイメージありますけど、やっぱり私の中でフォワードのイメージめちゃくちゃ強い。私もそう思います、フォワードのイメージ。やっぱもうずっと、もう子供の頃は前にいたんですね。もうずっと前にいました。そうなんだ、じゃあそこから北海道から今度このアイナックへ入団するきっかけって何だったんですか？きっかけは多分高校2年生の時に、アイナックと練習試合をさせてもらう機会があって、まあ、その時の監督に、高校3年生の時に声をかけていただいたっていう、それきっかけですね。
へえ。それが、そうか、高校生の時。はい。もうすぐ即決で決めました？いや、即決も即決でしたね。当時、もうスター集団でしたもんね、アイナックって。そうですね、すごい選手もいっぱいいましたし、ただ、その当時は、私もアイナックって言われると、あんまり分かってなくて、どんなチームっていう、どこにあるチームかっていうのも正直分かっていなくて、ただ、まあ、その当時はリーグで中位ぐらいに常にいて、で、まあ、高校の先輩方で、なでしこリーグ入ってる人、他にもいっぱいいたんですけど、その選手たちが行ったことのないチームに行きたいっていうのが、自分の中にあったので、お話をいただいた次の日にもうすぐ行きますって言って早い、かっこいい決断が早い。だってまだそのアイナックのイメージが湧かない状態で即決って結構勇気ありますよね。でもなんかピーンってきたんでしょうね。なんかここだっていうのはありました、感覚的には。へー、でも確かにアイナック自体がこうリーグに参入してきた当時とかって、こう急になんかすごいチームが、なんかすごいしっかりとベースのできてるチームが急になでしこリーグに参戦してきたみたいなイメージ私の中であったんですけど、そうですね。そういう不思議、なんかどういうチームにこれからなるんだろうみたいなワクワクとかもありますよね。いやもう本当になんか勢いのあるチームというか、その当時やってるサッカーも本当に気持ちよく勝つか気持ちよく負けるかぐらいのなので本当に魅力がたくさんあったんでね、まっすぐ決められたかなと思います。その後2011年のワールドカップの優勝があってからもうアイナックって大フィーバーだったじゃないですか。その時のことってやっぱり今でも覚えてますよね。覚えてますね、本当にすごかったので、本当に外歩いたら指を刺されるというか指を刺されるなんかあっていう反応がすごく多くて、練習場にもたくさんの方来ていただきましたし、そうですね、毎日いい雰囲気で練習させてもらってたなと思います。私その頃ユノゴーベルのリポーターをしていて、アイナック対ユノゴーベルが美作で試合があって、で中継のリポーターやったんですけども、高瀬選手がかっこよくってすっごい覚えてますもん。なんかサッカー少年みたいなすごいかっこいい人が来たと思って身長もめちゃくちゃ高いしキラキラしてましたね。キラキラしてた、すごい覚えてます。むっちゃかっこいい人来たなと思って。いやなんか嬉しいですね、ありがとうございます。なんかすごいインパクトがありましたその時でアイナックで最初はフォワードをずっとやっていて、そこから中盤、で今サイドバックとコンバートされたんですけど、最初にまずサイドバックにって言われた時どうでした？やっぱずっと前線をやってて。いやなんか言われてないんですよ。あ、そうなんですか？もう本当にその週の試合が、ホームで日テレベレーザ戦だったんですけど、今名前変わったんですね、東京ベレーザ、はい、でなんか練習やってたらサイドバックの位置にマグネットが貼ってあってそのままです。あ、そうなんですね。やるのかなと思いながら、実も右サイドバックにいました。そういう感じだったので。でも一瞬ちょっとこう二度見しますよね、えみたいな、はい、あれってなりますよねって思いましたし、でもなんか周りの選手もメグ右サイドバックなのみたいな反応も全然してくれなくて。あ、してくれなかったですか？こういうことがあるとみんなちょっとクスクス笑ったりするんですけど、結構真剣にみんなそのまま練習にも入って試合もそのまま入って、その後でしたね、試合が終わって次の週また行くよっていう時に監督に次も右サイドバックでやろうと思ってるよっていうところからですかね。なんかこう抵抗っていうかこう
なんか苦労とかはなかったんですか？ここでやるんだっていう。抵抗はなかったですけど、サイドバックになってから、試合に対するワクワクっていうのはちょっと正直なくなりましたね。得点するポジションじゃないし。みたいな。あ、そうですね。前めだとやっぱ今日やってやるぞ、点取ってやるぞっていうところが強いと思うんですけど、守備だとやられちゃいけないっていう。確かに。そうか、違う意識が。気分の持ちようが全然違うんです。その代わり、試合が終わった後の達成感はサイドバックでめちゃくちゃ得られるようになりました。はい。でも今でもプレーの端々なんかフォワード感出ますよね。なんかすごい前に上がるし、うわやっぱかっこいいなって今でも思いますよ。自分でもなんか動き方フォワードだなって思うときあります。でも相手からしたら嫌ですよね、サイドから。めちゃくちゃフォワードっぽいこう攻撃力のある選手が上がってくるって、そう思ってもらえてれば嬉しいです、はい、やっぱりこうプレーする面でこう意識をこう変わったことってありますか？ポジションが変わって。そうですね、やっぱり、サイドバックではあるんですけど、攻撃的な部分で求められているところが多いので、うん、ポジショニングっていうのはすごく気にするようになりましたね、サイドバックに行ってから、はい、もちろん今もう、ね、サイドバックとしてこう不動の地位を得てますけど、ご自身の中で一番好きなポジションというか得意なポジションって言われたらどこですか？いやもうそれは絶対フォワードって言いたい。やっぱりやっぱりそうなんだ。もうずっとやってきてますんで、うん、でまだサイドバックやってまだ3年ぐらいなんで、3年でサイドバックが一番得意ですなんてそんな絶対言えないです。今までアイナック一筋でプレーしてきて、こう一番印象残ってるシーズンとか印象残ってる試合ってありますか？そうですね、シーズンはやっぱり自分が得点を取れた時2012年ですかね。もう楽しくて仕方なかったなっていうのと、そのシーズンにアメリカからゴーベル・ヤネズ選手とベッキーが来て、はい、もう衝撃でしたね、2人のうまさと勤勉さと、あとすごく優しいんですよ2人とも。いろいろ勉強させてもらいました。はい、今シーズンは監督も変わって、まあ、選手田中美奈選手も入ったりとかしましたけれども、だいぶチームの雰囲気っていうのはまた変わりました？そうですね、チームの雰囲気すごく明るくて、練習に取り組む姿勢だったりとかっていうのもすごく前向きで、とてもいいシーズンを迎えているなっていうふうに感じてますね。そして冒頭でもお話をさせていただいたんですけども、うちのこの番組をよく見ていただいているということで、はい。はい。なぜカフェデリバリーの方で、増谷選手、三宅選手、中田選手の出演会に、こう、いいツッコミを入れていただいてたんですけども。すいません。何これ？なでしこカフェの、ちょっと、はい。なでしこカフェ、はい、見たよ、はい。見ましたよ、見ました。しおりとあゆと、しおりとあゆとりかの会相関図を、確かにあれね、言いたいことがあるんですよ。はい、その相関図の時めっちゃ盛り上がってたじゃん。よくせしてサッカーの話になった途端みんな下向くの。どうなのかね、あれは。それはね、ちょっと気になったポイント。あんなにね、うるさくなんか、うわ、こうだこうだとか言ってきても、じゃあサッカーのこと、じゃあ締めとかって言ったら急に。そうなんですかね。数は数え、それちょっとやっぱ、指導不足かなってちょっと思いました。高瀬さんからの一言物申してもらいました。高瀬選手から見た後輩たち の印象っていかがですか？印象ですか？もう本当に元気です、元気。なんか小学生に使う表現ですよ、元気がいいっていうのは。でもなんだろう、元気なんですよね。でもそうですね、高瀬選手と鮫島選手に関してはザ・大人ってつけられてますからね、うんうんうん、多分自分たちが大人って自分たちは普通なんですよ、きっと。そういうことか。
あのさっきもロッカーでなんかすごい騒いでました。何して騒ぐんですか？なんか本当になんか昔のテレビにこういうのがあったみたいなので、それをなんかちょっと真似したりとかして、すごい騒いでました。かわいい。かわいいですけどね。ネタが本当に。かわいいですね。本当にかわいい。やっぱりザ大人ですね。見方が大人。頑張ってついていこうとはするんですけどね、ちょっと。鮫島選手も同じこと言ってました。もう本当に会話の内容がおかしいって言って本当になんかちょっとくだらないようなことでキャッ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 キャしてるのを見てるって言ってましたすごいですね。想像力がまたすごいですね。やっぱり本当に楽しいです。あのちょっと離れたところで聞いてる分にはぜひね、この若い選手たちもまた一緒に出てほしいですね。そのやり取りを見たいですよね。確かにチーム大人とチーム小学生のコンビで組み合わせるんですよね。そういう機会があれば、はい、ぜひ今度その一緒にあの相関図作ってほしいですもん。確かにみんなで考えてるの視点で、はい、いいですね。だって鮫島選手もね、あの相関図雑だってちょっと言ってたじゃないですか、はい、適当に作ってるってちょっとね、ザ大人のお二人にこう修正していただきながらそちらから作り直してほしいですね。あの訂正版をまたじゃあ、はい、できたらなと思います。はい、ぜひお願いします。いや、あのなでカフェの、うん、なでカフェデリバリーの映像を改めてこう入れてもらうとめっちゃ面白いですよね。面白いですね。あんなクールにさばいてね、うん、しかも的を得てるってズバッと。あの3人はちょっとキャッキャッキャしてるんですね、うん、もう常に。かわいい、もう面白いですね。想像できますよね。もうこの今までのこの今たった20分ぐらいの VTR だけでもちょっともうタケ選手みんなちょっとハマってると思うんですけど、ハマってて結構コメントも皆さん書いていただいて、はい、うん、まだまだあのもっともっと魅力出てきますから、うん、続きを、はい、続いてはですね、週末に行われました第3節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦のレビューご覧いただきましょう。どうぞ。じゃたーん。ではですね、ここからは週末に行われましたリーグ戦第3節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦について振り返っていきます。ではハイライト映像をご覧ください。どうぞ。第3節は有観客時はやっとお客さんが入れるようになりました。お客さん入ってっていうのはどうでした？やっぱ雰囲気良かったですね、はい、嬉しかったです。あの手拍子が後押ししてくれますよね。あ、拍手が。そうですね、あの今ちょっと声出すのはね、あの控えていただいてるんですけど、うん、あのそれでもやっぱり全然違ったんで、はい、嬉しかったです。序盤は結構ジェフに攻め込まれるシーンも多かったんですよね。でこれをここで、うん、高瀬選手かっこいい、もう本当かっこいい心の声が出ちゃってますちょっと立ち上がりは攻め込まれたなって印象ですか？そうですね、あの本当にあのジェフの出足が良くて、あのそれにちょっと受けてしまったというか、あの良さがなかなか出せなかったなっていう印象です。ですが徐々に攻め始め、はい、徐々にですね、前半はアイナックはシュート2本に抑えられたんですよね、うん、で後半です。後半にここですね。ここですね。これですね。49分、このファーストタッチうまい、うまいな、上手。この絶妙な位置に、うん、もうあれもうファーストタッチで決まりましたよね。いや、もう決まりましたね、素晴らしいですね、あの入れ替わるトラップ。うん、味方から見てもうまいなって感じます。うまいですよ、多分横でうまいって言ってますもん、これ。でもこの時もう最後まで走り込んでますもんね。あの、まあ、もしあの万が一というポストに当たって跳ね返ってくるかもしれなかったんで、だからもしこれでキーパーに当たってたりとか跳ね返ってても高橋選手詰めてるからもう入ってるゴールだなって思いましたもんそして60分に三宅選手のヘディング、いいボール、もうドンピシャですね、うん、やっぱり1点入ったことでチームとしてこうちょっと気持ちの面で
もう変化ってありました？あ、そうですね、うん、まあ、でも1点入ったところではちょっとまだまだってところあったんですけど、2点目取ってくれてからちょっと楽になりましたね。はい、結果的にはもう3試合連続無失点っていうことになりますよね。そうですね、ディフェンダーとしてはすごくチームとしてね、うん、よかったなと思います。印象に残ってるシーンってありますか、この試合で？いやー、やっぱりブッチーのゴールは素晴らしかったですね、うん、気持ちいいですね、見てても。気持ちいいです、気持ちいいですし、まあ、直近の2試合でゴールはなかったんですけど、ずっとこうゴールにつながるプレーっていうのを続けてくれてたんで、ブッチー自身のゴールが生まれたっていうのはチームとしてすごく、またなんだろうな、テンションが上がるって言ったら難しい、違うのかな、なんかこう士気がまた高まるというか、はい、素晴らしいゴールだったなと思います。でさっきも開幕から今無失点が続いているということなんですけど、その要因をこうディフェンス面から見てどう思いますか？そうですね、今シーズンは、まあ、積極的な守備をするところと、まあ、ちょっと引いてしっかりブロックを作って守るっていうシーンの、判断とか区別がすごくはっきりできてるんで、それが、まあ、無失点3試合連続っていうのが続いてるのかなと思っています。チームの戦い方って今シーズン大きく変わったところはあるんですか？そうですね、まあ、ゲルトさんになってから、まあ、90分自分たちのゲームをっていうのはもちろんそうなんですけど、まあ、我慢の時間と最後我慢して我慢して相手を動かして90分の中で仕留めるっていう、まあ、去年まではちょっとね焦りとかがあったんですけど、まあ、そういうサッカーをしようっていう風になってからちょっと心に余裕もできて、まあ、前半 0-0 でも後半相手の足が止まったところをしっかり仕留めようよっていうところは、まあ、形としてできているのかなと思います。高瀬選手から見て監督の印象っていかがですか？そうですね、まあ、お父さんみたいな、パパみたいな、どういうところでそう思うんですか？なんかこうピッチ以外のところですごくなんかお父さん感があるというか、穏やか、優しい方で、ね、もちろんピッチになる入るとすごく熱い監督なんですけど、そういうところが、まあ、お父さんで結構怒ってくれるとか怒ってくれるみたいなところがあると思うんで。ゲルトさんも言ってましたもんね、自分の娘がサッカー、女子サッカーをやってるから、はい、選手の気持ちが多分分かるっていうのを言ってたので、そういう面でやっぱりこうちょっとお父さん感が出てきてるんですかね。そうですね。もうあとは本当に褒めてくれますから。へぇ、選手のいいところ、いいところっていうのを、出してくれる監督かなと思ってます。なんか言われて印象に残ってる言葉とかってありますか？言われて印象に残ってる言葉ですか？難しい質問、いろいろありすぎてたくさん本当にあるんですけど、あ、まあでもそうですね、なんでできないのってただ言われることは多いと思うんですけど、なんかできるのになぜやらないのっていう、なんかこの似たような言葉だと思うんですけど、すごく信頼のある言葉というか、選手に対して否定じゃなくて、あなたたちはできるんだから、なぜやらないの、やれるんだよっていう自信を持たせてくれるような言葉はすごく温かいなと思います。すごいポジティブな言葉ですよね、はい、すごい素敵。日本語はかなりお上手なんですか？あ、もうそうですね、ペラペラです。ペラペラなんですね。結構コーチングでも声響いてますもんね、ピッチの中に。よく通る声で。よく通る。すっごい YouTube で聞こえてきますよ。ですよね、今特に聞こえやすいですからね。結構でも選手同士でもそのゲルトさんの声聞きながら笑ったりとか結構出てる。声通ってるなみたいな。通ってる通ってる、すごい聞こえます。でもさっきも言いましたけど、やっぱり観客が入った試合って気持ちの入り方が違いますか？
そうですね、いやもう本当に、あ、改めてあこんなに違うんだなっていう、なんかこうやっぱりアップからテンションも上がりますし、なんかこうやっぱ人に見てもらえる、応援してもらえるっていうのはこんなに自分たちにとって大きなことなんだなっていうのは、本当に改めて感じましたね。はい、いや真面目ですよね、やっぱりなんか誠実お話ししてて、でもあのプレーの振り返り見ても思いますけど、うん、やっぱフォワードですよね、動きがね、うん、あんなギリギリの、あの矢渕選手がもし外したら詰めてるって、あれサイドバックがあそこまで上がってるって、でもあの矢渕選手のワンタッチ見てうまいなって横で言ってますってことは、あの前職って言ってたらしいな、うまいなって冷静ですね。あと監督がそんなになんか親しみのあるタイプだと思わなくって、うんうん、すごいなんかチームのいい雰囲気が今こうやって結果につながってるんだなっていうのを感じますよね、うん、やっぱ監督の力って、うん、言葉の力って大きいんだなって思いますよね、うんうん、思いますね。ではではこのまま続きの、はい、今度はですね高橋選手の貴重なプライベートのお話を聞いていきましたのでご覧ください。どうぞ。ではここからもガラッと、はい、話題を変えてですね、はい、私のプライベートということで、活動休止期間中にね、あの時間もたくさんあったと思いますけども、ご自宅でどんな風に過ごしていたのか、それからプライベートで最近ハマっているものについて聞いていきます。はい、はいはい、もうここからはさらにゆるく、はい、ゆるくゆるくいきたいと思います。高瀬選手がハマっているものは何ですか。ハマ、はい、っているもの、宝塚ですね。宝塚、意外なんですよ。意外意外ですよね。びっくりしました、うん、いつからですか。もう小学校かな、あの母が、はい、あのよく見てたので、うん、その影響で。お母さんの影響で、はい、ね、だって写真いただいてますけど、はい、VHS、 はい、 VHS ですね。 VHS って今時あんまりないですよね。ないですね、もう本当にそれこそ小学生の時に見てた頃の宝塚をもう一度どうしても見たくて、はあ、はい、実家から一回離れてるんで、ちょっと宝塚からも離れた時期があったんですよ。おで、アイナック神戸に入団して、うん、それからもう一回見たいっていうので、その時代のを見ようと思うと VHS しかなくて、デッキはどうしたんですか。デッキも買いました。すごい、ないと見られないですもんね。見るために、うん、はい、購入しました。この写真会もだってガチ感がすごいですもんね。ガチですね。そうなんですよね、なかなか出さないんですけど、はい、だって SNS とかされてます。いや一切やっておりません。あ、だからあんまこうプライベートを公開するっていうのがないんですね。そうですね、あのめちゃくちゃレア、初出し、レアです。すごいすごい。あのなでしこカフェということでね。わあ、ありがとうございます。また寄ってる。すごい。よくじゃあお休みの日とか夜とか見て、何本ぐらいあるんですかこの DVD とか VHS。VHS は、送らせていただいた分だけなんですけど、うん、あの DVD とかブルーレイとかもお家にあるんで、ちょっと分かんないですね。分かんない。机がいっぱいになってます。すごい、あの感激に舞台に行く時もあるんですか。ですね、過去に2回ほど、行ってるんですね。はい、行かせていただきました。もう感動でしたね。うわー、羨ましい、はい、もう華やかで素敵でした、はい、高瀬選手ハマりそうですもんね、男役で。ハマる、前髪パッと上げてやってほしい。あのよく言われてました、子供の時に母に。あ、やっぱり、うん、あなた向いてるんじゃないのって言われたんですけど、うん、いやそんな簡単な世界じゃないわよと。そういう習い事はしなかったんですか、歌とか踊りとか。そうですね、なんか歌ってる人とか踊ってる人とかを見るのはすごく好きですね。見るのが好きです。あ、そうなんですね、はい、じゃあこう休みの日にこう、まあ、宝塚とは違うんですけど、こう
チームメイトとカラオケとかで歌ったりとかってはするんですか？それは一切ありません。ないですね。ないですね。あんまこうイエーイみたいな、イエーイみたいなのはしないんですか？もう私本当にインド派なので。へえ、そうなんですね。あの外にはほとんど出ないですし、チームメイトともサッカー以外の交流っていうのはほとんどないですね。じゃあもう本当にじゃあ家でそう好きなものを見たりとか、そういう時間がほとんど。あ、もうその時間がもうほとんどです。家から一歩も出ないことがほとんどですね、休みの日は。意外。アクティブに過ごしてそうな感じなのに。じゃあもう趣味といえば宝塚。他にあります？あとはもう読書とかですね。大人。何系読むんですか？小説ですか？もう本当にミステリーばっかりですね、本は。あのイヤミスの女王と言われる湊かなえさんが大好きで、もうイヤミスが本当に好きですね。嫌な気分になるミステリーですね。はい、そうです。終わった後になんかじわっと嫌な気分になる。そうです。なんか嫌な気持ちなんですけど、なんかこう本としては完結してる感じがすごく好きですね。はい。でもそれこう一日読んでてこう夕方ぐらいになるとすごい気持ちにズーンってきません？ああ、いや、結構重たい本でもそこは切り離せますね。あ、すごい。はい。私もう引っ張られちゃうんですよ。ダメですか？引っ張られるの、違う、引っ張られるの分かってるんですけど行っちゃうんですよね。私夢に出てきます、そういう怖いシーン、怖いシーン想像して。なんか殺人とかすごい夢に出てくる、ゾンビ出てきたりとか。それが自分この映像がすごく苦手なんですよ。グロい映像だったり怖い映像がすごく苦手で、ただ本だけだと受け入れられるっていうところがあって、文字ですもんね。はい、なんで本っていうのもちょっとあるんですけど。なるほど。一番のおすすめの本ありますか？こうちょっと皆さんに、私たちも読んでみたい。これはあのあれですね、絶対湊かなえさんの食材。食材読んだことないかも。私も読んだことない。あのすっごく嫌な気持ちで終わると思います。やっぱり嫌ミスだ。でもそれでこそですもんね。そうなんですよ。あの、まあ、ちょっとトラウマの話とかになったりすると思うんですけど、なんかこうなんか好きなんですね。ううちょっと読んでみ、読んでみよう。はい、ぜひ、はい、読んでみてください。で特にじゃあその今、活動が止まっていた期間とかもほとんどそういう、こうインドアの形で過ごすことが多かったんですか？そうですね、まあ、本当に、まあ、家の中で、ね、できるトレーニングをやって、あとは本当通常運行というか、ちょっとそれこそ外に出る機会ってこう夕飯の買い物だったりね、スーパー行くぐらいしかなかったんですけど、逆にそれをやらなきゃってちょっと思ってしまって、途中から外に出るのが嫌になるっていう。本物のインドアですね。出たくない。買い物すらもなんか出なきゃって思うと、もう出るの嫌になっちゃったっていう時期はちょっとありましたね。お料理はよくされるんですか？料理、はい、まあ、見かけによらずできます。見かけによらず。自分で見かけによらず、はい。なんか得意なジャンルとか。そういう写真見たかったな。見たかった、うん、撮らないんですか、料理の写真？ね、撮らないですね。でもさっきSNSしてないから撮る習慣ってあんまないですもんね。そうですね、うん、ないですね。なんかこう、あの美味しい飲み物に合うおかずをいつも、チョイスして作ってます。美味しい飲み物って何ですか？美味しい飲み物は、あの大人の、黄色い、大人のような、大人のね、泡が出るような。そちらではないんですけれども、ちょっとなんかもっとイメージも大人なものが好き。赤いやつとか、ね、あ、白とか赤とか。 ね、あ、そっち。なんでなんでそれ別に禁止マークじゃない。美味しい飲み物って、あの原因があると。なるほど。今度はそのプライベート、今度は坂瀬選手の料理っていうのが公開してほしいですね。今後 SNS をやるつもりとかはないんですか？
今のところはないですね。ないですね。みんなちょっと絶対サポーターとか待ってますよ。ね、その、そう声をかけていただくこともあるんですけど、うん、ちょっとどうしてもね、人前に出ることがすごく苦手というか、スポーツで外に出ることはすごく好きなんですけど、人前でもうお話しするとか言葉を発するっていうのがね、どうしてもちっちゃい時から苦手なんですよ、これが。なんかこうやってお話しさせていただいてると、そんな感じ全然、うん、しないです。もっと出てほしいです。出てほしい、出てほしい、出てほしい、ファンとしては出てほしい。お話をいただければ、はい、また出ます。まあ、ということで、もう非常に貴重な高瀬選手のプライベートなお話、はい、聞いていきました。はい、それでは最後にですね、高瀬選手からファン、サポーターの皆さんへ今シーズンの意気込み、メッセージをお願いします。はい、今シーズンですね、とても難しい状況の中ですが、リーグが開幕できたこと本当に嬉しく思っています。改めて、支えてくださる皆さんに感謝申し上げます。ありがとうございます。リーグ戦では、各チームが上を目指す中で、女子サッカー界が一体となって、皆さんに熱い戦いをお届けできるよう頑張っていきたいなと思っています。これからも、皆さんと一緒に女子サッカー盛り上げていきたいなと思っていますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。ということでですね、もっともっとあと倍ぐらいは時間が欲しいぐらいなんですけども、お時間となりました。本日のゲスト、アイナック神戸リオネッサ高瀬めぐみ選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがですか皆さん。まさかの宝塚ファン。もしかもあの VHS のガチ、ガチ、もうガチなやつですよね。その時の映像が見たいから VHS をっていう。うん、いやーびっくり。これ初出しですよね、多分。しかも、この後ですよ。これも収録切った後に、ね、高瀬選手が急に、長谷川さんと、今月誕生日ですよね。まだ早いですけど、おめでとうございますって。で、森内さんは10月ですよね、みたいな。いいな、ゆうちゃんとか思ったら、私でも知ってるのと思って。二人で好きって。もうそれだけで二人でも、ああ、好き。捕まれたって。完全心つかまれましたね。いや、本当に誠実ですごい真面目な、でもお茶目な、魅力たっぷりの選手でしたね。トコペニャロさんは乙女な部分を持っているの前から感じてました、うん、どこから感じたんだろうな。いやでもやっぱ好きだからずっと見てるからじゃないですか。そういうことなんですね、うん、結構今日はなんかやっぱりアイナックのファンの方も、うん、今までちょっとコメントがないような方も書いてくださったりして、うん、ちょっと今日は意外な高瀬さんの一面、はい、あとてつちゃん、てつやん、てつやんさんも宝塚意外と書いてくれたりして、ね、これこうやってやっぱこの普段なかなか見れないプレイ以外の部分とかやっぱこう聞けるのも楽しいですよね。ね、 SNS されてないからね、うん、全然わかんないもんね、そういう部分もね、うん、これからもしないって、はい、言ってましたね。あとはなでしこカフェで、はい、だからもうこの番組でいかにこう喋ってもらうかっていう、そうだ大事ですはい、ということで、アイナック神戸レオネッサ特集、はい、高瀬選手のインタビューでした。試合って普段見てらっしゃるんですか。高校生ぐらいの頃はプレミアリーグとか好きです、よく見てたんですけど、 Play with since the young age。こんにちは、Kylian, à tous les amateurs de soccer king et à tous les japonais, je vous souhaite le meilleur. Arigato. さて、ではここでですね、なでしこニュースをお届けします、はい、WE リーグに関するニュースです。日本サッカー協会は8月1日2021年秋の開幕を予定している女子プロサッカーリーグ WE リーグへ17団体からの入会申請を受理したことを発表しました。17団体の内訳は、なでしこリーグから12、それ以外の5団体のうち現在女子チームを持っていない団体が3つ、
今後は各団体の審査を進め、10月上旬に初年度の参加クラブを決定する予定となっています。多いですね、17。多い、思ったより多かったり。多いですね。正直、こう、なんか6から10みたいな話だったじゃないですか。そうそうそう。だから、そんなにこう募集あるのかなじゃないですけど、どのくらいの人数がこう表明する、チームが表明するんだろうというのも、わからない中で、17。で、しかもまだ女子チームを持ってないチームっていうのがめちゃくちゃ気になりません？だから、新しい、なんかこう、企業とかが参入したりとか、ってことですよね。そう、ちょっと楽しみですね。楽しみになりました。なんかサッカーチームを持ってないチームが女子チームからスタートするっていうのは、なんかムーブメントが起きる予感がしますよね。だからちょっとワクワクがまた増しましたね。あ、皆さんやっぱ新リーグ気になりますねとか、申請した全チーム早く知りたいなと、本当ね、あの表明、申請を表明してるチームもありますけども、細かいことはまだあの公表されてませんからね。あ、東海まだね、そう、確かにオフィシャルでこうクラブが出してないとこもありますもんね。なんか全地域に散らばってできてくれると嬉しいですよね。見る機会も増えるし、ということで、まあ、続報がありましたら、この番組でお届けします。さて、もう1時を過ぎてしまいましたが、なでしこリーグ1部2部の次節の対戦カードご紹介します。たたん。さあ、次節はこういったカードになっています。レッツとセレッソですよね。3勝中同士、はい、3連勝中で、セレッソの勢いがどこまで伸びるかっていうのは、かなり気になりますよね。ということで、はい、はい、そして2部のカードもご覧いただきましょう。こちらも、もうゴールデンウィークじゃないや、お盆中になるんですかね。そうですね。なかなかこう遠出はできないと思いますが、近くの人とかはこうお休みになって見に行きやすくなるかもしれないですね。そうですね。ちょっと遠出できない分、近くで近くでサッカー見てみようかなみたいな。いいと思います、はい。なんか本当ね、私もあの、浦和まで、浦和駒場スタジアム行ったんですけど、なんかでプチ遠足みたいな気分で、結構楽しかったんですね。楽しいですよね。まだ夜も涼しいから、はい、結構こうご家族でお出かけするのもいいかもしれないです。しかもあれですね、オルカーの試合は福割でやるんですね。あ、本当だ。お、これはすごい。本当ですね。かなり広々と見られる。はい、絶賛の気候。はい、ぜひこの2部リーグの方も注目してください。はい。はい。ではですね、来週は野島ステラ神奈川相模原から石田みなみ選手と平田光選手が出演の予定となっておりますので、こちらも右、ね、北野誠監督になってチームの雰囲気どんな感じなのかっていうのはちょっと聞いてみたいですよ ね、はい、来週もお楽しみに。ではここまでのお相手は森口香里と長谷川優でした。また来週です。ありがとうございました。